この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星に。では
何しにここへ来た？死にたいのか？えらく威勢がいいな。おお、戦闘力322。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺を舐めるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。こいつのパワーは、その程度か。今度は俺の番かな。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま、カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんなやつ、俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人は
お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな、そこを攻めたいのだが、3人では。そこで思い出したのがカカロット。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、見つけついた。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。お前なんか帰れ帰れ。ところで貴様、尻尾はどうした。そう、決めた。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星の奴らなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅できるだ。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供は返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。史上最強コンビ、囚われのご飯を救え。はっ、近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。奴は妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。いたぞ、
やつだ。降りるぞ。警戒信号が戦闘力710と何？あのガキだ。クソ、反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。おい、なんでスピードだ。その程度の力になる仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになりそうなんてな。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか？へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢高殺法。しつこいやつめ。
様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。されるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。デタラメを言うんじゃないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。よっはっよっ。お遊びはこれまでだ。お遊びはこれまでだ。はっ。遊びはこれまでだ。よっ、は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 っ、
せっ、うん、はっ、うん、全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。そこつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられん。
このガキ。くさまれ！まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったれ。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ1年、たった一年後だ。1年、さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しい。なるほど。そういうことだ。悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。
1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな、あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。